ジョン・スタインベック、ジョン・アーンスト・スタインベック、ジョン・エルンスト・スタインベック、1902年2月27日から1968年12月20日はアメリカの小説家、劇作家。スタインベックはアメリカ文学の巨人と呼ばれている。また、彼の多くの作品は西洋文学の古典と考えられている。生涯で27冊の本を出版している。 その中には16冊の小説と6冊のノンフィクション2冊の短編集が含まれる。ピューリッツァー賞を受賞した代表作、怒りの武道は75年にわたって売れ続け、1400万冊が販売されている。作品の多くはカリフォルニア集中部が舞台になり、中でもサリナス峡国やコーストレーンジズ山脈は頻繁に登場する。 1962年にノーベル文学賞を受賞した。スタインベックは1902年2月27日、カリフォルニア州モントレー郡サリナスで生まれる。姉二人、妹一人の長男だった。サリーナス高等学校を卒業、幼い頃からドストエフスキー、スミト、バツ、ミルトン、失楽園、マロリー、アーサー・オーノシなどを読み吹ける文学好きの少年であり。 学級委員も務めていた。スタインベックの祖父は多くの農地を所持したドイツ系移民で、父はドイツ系二世の水通りでもあった。母はアイルランド系の小学校の教師で、スタインベックの読み書きの能力を育てた。スタインベック家はもともとグロス・スタインベックという名字だったが、祖父がアメリカに移民した際に、スタインベックと短縮した。 ドイツに残る一族の農地は未だにグロス・スタインベックと呼ばれている。スタインベックは後年不可知論者になるが幼少期は米国成功会に所属していた。高校卒業後一時砂糖工場で働いた。そこで彼は移民の生活や人間の負の面を経験した。砂糖工場での労働経験は初0日ネズミと人間などの構成の作品に生かされている。彼は 地元の森や牧場や周りの自然を歩いて横断し、冒険することを好んだ。砂糖工場ではしばしば工場内で働く機会があり、物を書く時間を作れた。機械に対してかなりの適性を持ち、持ち物を補修することに愛情を持っていた。1920年、スタンフォード大学の英文学部に入学する。1921年度は授業を全休し、 牧場や道路工事、砂糖工場などで様々な労働を経験した。この時の経験が、後のスタインベックの作品の世界観に現れていった。1925年、海洋生物学を学んだ後、スタンフォード大学を学位を取らずに退学した。ニューヨークに行き、出版を試みたが失敗し、カリフォルニアへ帰ってきた。3年間山小屋やマスフカで働きながら、 作品を書いた。1928年、カリフォルニア州のタホコのツアーガイドとなり、最初の妻となるキャロル・ヘニングと出会った。1930年、キャロル・ヘニングとロサンジェルスで結婚。ロサンジェルスでは友達と一緒に石膏でマネーキンを作り儲けようとしていた。6ヶ月後、世界恐慌が始まり彼らの資金が尽きると、二人は父親が所有していた。 カリフォルニアのパシフィックグローブの別荘に移り住んだ。スタインベックの父は無料で二人に家を提供した。スタインベックはボートを購入し、釣りやカニの収集、庭や近所から手に入る野菜によって働かなくても生きていくことができた。彼らは生活保護を受け、稀に地元の市場からベーコンを盗むことがあった。食料が少ない時でも、スタインベックは友達と食料を分け与えていた。 1930年、スタインベックは、修正のメンターとなる、海洋生物学者のエド・リケッツと出会う。彼はスタインベックに哲学と生物学を教えた。リケットはいつもは静かだが、落ち着きと、各分野の百科事典的な知識によって、スタインベックの興味を引き付けた。リケッツは最初期のエコロジストとして、著名なウォーダークライドアリから教わった一人だった。リケッツは、 モントレーの海岸に海洋研究所を所有しており、魚や小動物などの海産資源を学校などに販売していた。1930年から1936年にかけて、スタインベックとキャロルはリケッツの研究所で働いた。妻キャロルは師匠として、スタインベックは主に雑用手伝った。1929年、黄金の杯で作家デビューした。 1934年4月の短編作品、殺人が大変臨賞を受賞した。1935年1月、アムニージアグラスコックの筆名で、モントレー・ビーコン氏に歌8編を発表。同年5月、作品、トーティーヤ大地出版。カリフォルニアコモノウェルスクラブから金メダルを受賞。同作品の映画化権料を手に入れた。1937年、 ハツカネズミと人間を発表する。1938年を発表。この頃から注目を集め始めた。スタインベックは1939年4月に大干ばつと工作機械によって土地を奪われた農民たちのカリフォルニアへの旅を描いた壮大な作品、怒りの武道を出版し、その作品は賛否両論を引き起こした。1940年。 怒りの武道がピューリッツァー賞全米図書賞を受賞する。同作品はヘンリー・フォンダが主演を務め七万五千ドルの映画化権料で映画化され二つのオスカーを獲得した。この作品で一躍その名声を不動のものとした。1942年3月を出版する独裁国に対するノルウェー市民の抵抗を書き、ノルウェー国王から勲章を授けられた。 ナチスに対抗するパリのレジスタンスから1944年、アンヤの名前で刊行された。スタインベックは、アメリカ空軍の依頼により、アメリカ空軍の実態を国民に宣伝する、を発表する。1950年、スタインベックは、聖書の物語と、南北戦争から第一次大戦までの時代を、背景に、カリフォルニアの一家族の歴史を描いた、大作。 エデンの東を発表した。5年後この作品も映画化された。主演のジェームズ・ディーンの演技が話題を呼び、大ヒットを記録した。その後も意欲的な作品を書き続け、1962年にはノーベル文学賞を受賞。晩年は国内の批評家からの評価は必ずしも芳しくなく、生活は決して恵まれたものではなかった。1968年、 ニューヨークで心臓発作を起こして没死した。彼の死体は遺言,言通り仮装され埋葬された。彼の死後、批評家のチャーリープワは、彼の最初の優れた作品は、最後の優れた作品でもあった。しかし、その作品は、なんと優れていたことか、彼はノーベル賞を必要としなかったが、ノーベル賞は彼を必要としたとメッセージを送った。1942年に、 キャロル・ヘニングと離婚した。1943年に女優のグリン・バードンと結婚するも、1948年に離婚。1948年にリケッツは車と電車の衝突事故で死亡した。スタインベックはカリフォルニアに戻り、数ヶ月間悲しみに沈んだ。1950年、舞台監督のエレイン・スコットと結婚した。この結婚は、 彼が死ぬまで続いた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。